それでは2015日本ダービー前編を見ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよ競馬の祭典日本ダービーの週になりました。今回は皐月賞から1着馬のドゥラメンテ、2着のリアルスティール、3着キタサンブラック、そして6着でした里のクラウン、さらに別路線組としまして青馬賞1着でしたレイブミストラルと2着のタンタアレグリア、さらに京都新聞杯からは1着のサトノラーゼン、2着のポルトドートウィーユといったあたりが出走を予定しています。今回もかなり日本ダービー盛り上がりそうですが、いかがでしょうか。はい、まあ皐月賞の1着2着3着馬、そして一番人気だったサトノクラウン、まあ、この1着2着3着が人気が3番人気2番人気4番人気ということでしたので、まあ皐月賞はやはりこう比較的能力がある馬がそのまま来たのかなという印象だったと思うんですよ。なるほど。はい、まあそういったことですから、やっぱりこのダービーは、まあ、残念ながらですけれども、この馬たちが中心になるでしょうね。やはりクラシック王道路線からの馬たちが主役になるということですね。はい、まあ、年間通して、まあ、いろんなこう重賞また G1 がある中で、基本的にやはり荒れる荒れないとっていうのをこう区切りで見たときに、はい、どうしてもこの東京の 2400m、 特にこのダービーというのはですね、比較的こう本命の馬が走りやすいですから、まあ、走りやすいといいますか、この舞台で結局能力通りに結果が出てもらわないとですね、例えばその馬主さんサイドから言えば馬を買うということになった時には、当然その馬の馬体も見ますけれども、はい、ほとんどはその血統でまず馬っていうのを判断して買うと思いますので、はい、そうすればやはり皆さん、その馬主さんたちはダービーを、まあ、夢見てこの舞台で勝つと、出走させるということで考えると思いますから、はい、まあ、この舞台が結局今のメジャーになっている血統、値段が高い血統、その馬たちが走るような舞台でなければ当然話がおかしくなりますよね。なるほど。ということで、やはりダービーの場合は上位人気の馬が順当に勝ち上がるというレースになっているわけなんですね。はい、まあ、上位人気もそうですし、やはりその主流の血統ですよね、はい、現在のその日本の主流の血統、まあ、値段が高いと言われる、まあざっくり言えばそのサンデー系、特にディープインパクト、ハーツくらい、まあ、そこら辺りですよね、はい、まあ、そういったやはりいい馬たちが結果を出しやすい、力がはっきり出やすい舞台というようなことをまず最も中心にして考えていかなければいけないと思うんですよね。そうですね。確かに今お話のあった通り、昨年はハーツクライ3区のワンアンドオンリーが勝ちましたし、その前の年は皆さんご存知の通りディープインパクト3区の絆が勝っているということですからね。はい、まあ、その前の年もディープブリランテですし、まあ、2着3着に来ている馬もですね、マステイゴールド、金亀、富士奇跡、ブラックタイドもシンボリックリーツです。まあ、そういったこうやはり、まあ、種付けの値段が高いといいますか、馬の値段も高いような、そういった血統の馬がですね、やはり上位に入選しているということだと思うんですよ。確かにそうですね。やはり日本競馬でもうみんな知らない人がいないぐらいのですね、有名な血統馬ばかりですからね。はい、まあ、この結局競馬の祭典といわれるこのダービーがですね、はい、例えばその枠順ですとかトラックバイアスですとか、またその500万、1000万、1600万、1600万ないですけども、例えば500万オープンって勝ち上がった勢いだけで勝ってしまう条件ですとか、小回り適正だけとかですね、器用さだけで勝ってしまうですとか、はい、まあ、そういうような舞台で、例えばその主流の、ディープインパクト3区が負けてしまうような舞台、まあ、そういうことで、もしダービーが設定されているのであれば、これは確実に馬主さんサイドからクレームが来ると思うんですよ。なるほど。はい、なのでやはり当然この東京2400っていうのは力が非常にこうはっきり出やすい舞台だということですよね。そうですね。確かに今2歳の旭川も今回、あ、昨年からですね、阪神競馬場に移されたぐらいですから、やはりそういった力勝負がきちんと発揮できる舞台っていうのが必要になってくるわけですね。はい、まあ前回の皐月賞はやはり中山の 2000m というのはある程度こうトリッキーな舞台だというところで、まあ、勝ち馬がそのまま能力があるかどうかというのはイコールじゃないこともただ出てくるんですけれども、まあ、やはりこの東京の2400というのは嘘つかないので、はいはい、基本的には実績というものを最上位の評価の基準としてやはり上げたいですよね。なるほど。やはり実績が第一ということですね。そういうことですね。はい、あ
まあ、そうするとそうですね、先ほどトラックバイアスという話出ましたけれども、ここ2年はですね、1枠に入った馬がまあ2連勝しているようなレースになりますが、この内外といったところでの有利不利というのは今回はあまり考えなくてよろしいんですか？まあ、今回はといいますか、当然あの当日の馬場傾向ということでは判断材料の一部ということではあるんですけれども、基本的にはその例えば内伸び内枠圧倒的有利というような状況が続けばですね、当然これまたあの、東京 2400m のコース設定があるんですけれども、その馬場と当日の馬場ということで勝ち馬が変わるような条件であれば、はい、これはこれでやはりあの非常に問題があるということになると思いますので、基本的にはそのダービー種は、極端な馬場の設定ということにはならないというふうに私自身は思っていますから、はい、まあ、ここ 2,3 年確かにその内枠有利内枠というような傾向は出ていますけれども、はい、まあ、馬場に関してはあのそんなに外が有利、外が不利、内が有利というような判断はこの逆にダービーに関してはする必要はないと思っていました。なるほど。ということは、まあ、単純に先ほど最初に言っていた実績がやはり反映されるレースになりやすいということなわけですね。そうですね、まあ、ここ5年で言えばですね、確かにその1番ゲートから3番ゲートの馬がですね、非常に好成績で回収率も高いんですけれども、はい、まあ、そこは気にする必要はないと思っていました。なるほど、はい、それよりはやはりその実績っていうところですね。まあ、実績もいろいろな実績があると思うんですが、はい、まあ、例えばその一番大きなのはやはり重賞での実績ということだと思いますし、まあ、距離の実績ということだと思いますし、はい、まあ、あとその上がりの速い時計ですよね。あとは東京競馬場での実績ですとか、あとまあ京都とか阪神であればその外回りでの実績というようなところだと思いますから、はい、まあ、逆に今言ってきたような話の中でここで結果が出ていない、例えば距離 2000m 以上使ったのに距離実績がある馬とない馬ということであれば、当然あの距離実績がなかった馬というのは決勝の材料になりますし、はい、で重賞も出走してるんですけれども結果が出ていないのであれば当然マイナス材料ですし、まあ、上がりの時計も構想していても早い上がりが使えないのであればマイナス材料ですし、はい、まあ、同じように東京での実績、京都阪神の外回り、まあ、使ったことがあるのに結果が出ていないということであれば非常に大きく割り材料になると思いますし、はいはい、また逆にこういった今言ったような重賞、距離、上がりの時計、東京、京都、阪神の外回りというところで実績を使われた中で出してきているのであれば素直にそれを評価するべきだと思いますよね。なるほど。そういうことで例えば、まあ、青バスを同じ距離であったりですとか、あるいは京都新聞、ね、あるいは京都の外回りということで、あの G2 組であっても構想する可能性があるわけですね、はい、そういうことですね。まあ、そういった中でその青バスもしくは京都新聞、はい、まあ、そういったところで2、3着もしくは着外というようなところでやはり、成績が伴わないのであればやはり苦しいですよね。なるほど。やはりそういった意味でも東京の2400というのはその実際に実力がそのまま発揮される舞台であるということなわけですね。はい、そういう判断でいいと思います。まあ、冒頭で話しましたけれども、今年皐月賞組が非常にこう強力なので、裏面でリアルスティール北サンブラック、まあ辰馬クラウンはね、あの皐月賞6着に敗れはしましたけれども、非常にこの4頭はですね、そこまでの実績もキャリアも含めて非常にこう十分なものでしたので、はい、それがそのまま皐月賞で、まあ、上位ということですから、まあ、ダービーで、今言ったような3頭、またサトンクラムも含めて大きく崩れるというようなことはちょっと考えにくいですよね。そうですね。となってくると、あとはその別路線組青葉賞と京都新聞杯で構想してきた馬が大体どのぐらいの位置にいるかというのが難しくなってきますよね。はい、なのでその皐月賞以外の別路線で来る馬であればですね、やはり1着というようなことが条件になってくるのかなと思いますよね。そこら辺のレースでやはりこう、まあ、人気を裏切ってしまったとかですね、まあ、差し切れずの 2,3 着というような馬であれば、やはりこの、今言ったような強力な馬たちに割って入るということは非常にこう難しい舞台だと思うんですよね。やはりそういうことなんですね。はい、なのでやはりこう、まあ、ゆえにこう人気通りで決まってしまう可能性が極めて高いので、まあ、馬券を買うということではこうなかなか職者あの動かないんですけれども、はい、まあ、しかしながら、はい、まあ、ダービー日本競馬の祭典ということですから、まあ、そういった意味でも注目のレースだと思いますね。はい、そうですね。そうしますと、あとはどうでしょうかね、この、まあ、前走
走で着順を汚している馬が巻き返すといったような場合の条件というのは何かありますか？まあ、やはりそこに関しては先ほど途中で話しましたけども、やはりこう血統というかですね、はい、まあ、変な話、値段といいますか、その将来性といいますか、まあ、変な馬が入ってくるというよりは、やはりその血統面での、今現在の日本競馬 その王道に絡んでいるような血統の馬でなければ、やはり穴馬の資格も持っていないと思いますので、まあ、そういった馬が合わない条件の中で着順を汚し、この舞台で変わってくるという可能性は考えておく必要があると思います。なるほど。そうしますと、やはり実績、血統、そしてやはりそういった適距離などの実績ということになってくるわけですね。そうですね、やはり血統というのは非常にこのレースは大事だと思いますね。まあ、実績もそうですけども、まあ、あのダービー馬からダービー馬が生まれるというようなこう格言があると思うんですけれども、はいはい、やはりその血統ということで、非常にこうまずふるいにかけることができると思います。なるほど、わかりました。ということですと、どうでしょう、そろそろ一周前注目馬お願いできますか？そうですね、はい、まあ、あのこの馬もですね、今言ってきたような話の中に当然合致するんですけれども、まあ、今回非常にこう上位人気になりそうな馬強力なんですが、はい、まあ、この馬たちに割って入る可能性があるのはやはり出し抜くその瞬発力、非常にこう速い瞬発力ということに可能性を見出すべきだと思いますので、まあ、この東京 2400m でフルにこの馬の瞬発力が発揮されるということを想定し、この馬を一周前注目馬として推奨したいと思います。はい、ではその注目の、一周前注目馬ですけれども、現在ご覧いただいてます YouTube の動画説明文の中にブログのリンクが貼ってあります。ブログに入っていただきますとご覧いただけますので、ぜひご注目ください。またですね、枠順や、出走馬が決まりましたら今度は後編に続きます。後編の一頭一頭の詳細や本命馬や印につきましては有料動画になります。有料動画をご希望の方はやはり YouTube の動画説明文の中にブログのリンクが貼ってあります。このブログの最初にあります有料重賞動画申し込みから入っていただくと、デジバグさんを通して申し込みいただくことができます。なお、日曜の14時頃までにお申し込みいただきますと、当日のバックナンバーから有料動画と本命馬や印を確認することができます。またブログを検索していただく場合は、今から申し上げるタイトルで検索してみてください。週末の馬券で生活する男の馬券塾、以上になります。それでは2015日本ダービー前編を見ていただきました。それでは失礼いたします。